南京国民政府の行政区分では、1927年の南京国民政府の発足から国境内戦により、中華民国中央政府が台湾に移転された1949年までの中華民国の行政区分を外設する。それまでの行政区分については、南京臨時政府の行政区分ないし北京政府の行政区分を 1940年から1945年までの王朝明政権のものについては王朝明政権の行政区分を参照のこと。1955年の大鎮闘撤退以降、中華民国政府の実効支配地域は台湾地区に限られているが、その範囲から外れる中国大陸部の行政区分は1949年時点のまま名目上廃止されていない。 現在の台湾地区におけるものについては、台湾の行政区分を参照。1927年、南京にて、国民政府が成立すると、村文の証券に級制に回帰し、北京政府時代に設置された密制を廃止し、省、県、区、合等の行政制度が確立した。この時代には、中央政府直轄し、省政府管轄による、 普通市の設置が推進されると同時に、後に共産党勢力に対する軍事行動の必要性から行政正しさつく制度が新設され省と県の間の連絡監督業務を管轄し、実質的な産休制へと移行している。南京国民政府では特別市の設置が推進されると同時に、昇級特別区を省に改変する行政整理が進められた。 1945年、日本の敗戦に伴い、旧満州国地区を呼び、台湾を、接収。1947年6月には、全国35省、12員葛氏、57省葛氏、209、行政正しさつく2016県、40設置局、1管理局、1地方を管轄していた。1936年時点の中華民国の、 行政区画南京国民政府の成立とともに、中華民国の首都は、北京から南京に遷都し、これに伴い京町地方は廃止され直霊省に編入されると同時に、河北省と解消された。また、熱火、水炎、茶春、川辺の各特別区を改編し、9月17日に、熱火省、水炎省、茶春省、青海省を設置、10月22日には、 関縮省寧夏道地区に寧夏省が新設されている。1928年12月の東北駅市以降は、東北三省が南京国民政府の管轄下に入り、1929年1月28日に、法天省は遼寧省と解消され、満州事変勃発前には27省、六直轄市、産業生区、日報を管轄した。 1937年、日中戦争が勃発すると、首都、南京を日本軍に占領され、国民政府は武漢、ついで重慶に疎開している。戦争期間中、重慶は政治、軍事、経済の中心地となり、1938年にインカツ市に昇格している。東省特別行政区は、満州国時代に消滅し各省級行政区確認。 編入されている。1939年に1月1日、川辺特別行政区は、成功省と解消された。中華民国では建国当初から省庁官が絶大な、権力を有し独立王国の様相を呈する傾向があったことから、省の細分化が検討されていた。その初見は1913年2月に、熊丸都市による、省政廃止に伴う、 同県に休暇の提案であったが、遠征外の反対により否決されている。また1930年11月に、第3回4位中前会にて、後朝クくるるによる、縮小小区案や古官民らによる、改定省行政区原則案が提出されたが、いずれも実施には至っていない。それでも小級行政区画の取り扱いは、重要議題として扱われ、 1939年8月には国防最高委員会の指示を受け行政院に詳細問題設計委員会が設置され詳細のあり方が討議されていた。具体的に詳細改革に着手をしたのは日本の敗戦に伴い行政権を回復した旧満州国地区である。満州国建国以前は遼寧、吉林、 国旅行の参照が設置されていたが、満州国ではこれらを細分化した小級行政区画を設置しており、南京国民政府は満州国の行政区画を基礎に詳細編を行い、同年8月31日に、おさむまた東北各省処理弁法要項を発表、満州地区を九省二院葛市に再編することを決定した。しかしこれらの地区は、 国境内戦の結果、共産党勢力の実行支配下に置かれており、実際に行政機構が設置されたのは一部地域に限られ、または設置されても短命であった。1924年モンゴル人民共和国が成立したが、1946年まで独立を認めなかった。モンゴルの独立を認めたものの、1947年内西部は、 中華民国行政区域官表でその国境については未定とした。その後中華民国政府は台湾移転後の1953年に中蘇友好同盟条約を正式に破棄したのに伴いモンゴル独立の承認を撤回したと解釈されてきた。モンゴルの扱いについては中華民国の政治対毛関係、網地方を参照。 1949年から1967年までの中華民国の行政区画1945年、日本の敗戦に伴い満州国の領域及び台湾省が南京国民政府に移管された。台湾省は8月29日に陳儀を台湾省行政長官に任命。8月31日には台湾省行政長官公所組織大綱を策定。 10月2日に台北に台湾省行政庁観光所が設置され、下部に948県を管轄する行政機構が設置された。1949年6月5日、それまで関東省の管轄下に置かれていた海南東地区に海南特別行政区が設置され、全国35省、12かつし、1特別行政区、1地方とされた。中華民国政府が、 中国大陸の実効支配を失い、台北に移転して以降も、形式上これらの行政区画は2016年、現在も維持されている。中華民国と中華人民共和国の行政区画の対避南京国民政府の研究行政区は、県、昇格市、設置局、直轄市の国より構成される。昇格市及び直轄市に関しては、 市政の省を参照のこと。南京国民政府により新設された県は大部分が、辺境省に属した。設置の理由としては設置されていた、設置局の管轄区域の人口増加によるもの、旧県の管轄区域が広大なため、行政効率向上を目指し設置されたもの、土器流の改変、河川の流路変更など自然条件の変化によるもの、 革命政権等を鎮圧した後に設置されたもの、国境地帯の管理強化に伴う設置の6種の理由による設置であった。解明に関しては、懸命の用事に起因するものが主要な理由である。四川省のリバン県、甘宿省の名で常県、副教県等は、少数民族への別紙感情が含まれているとして、解明されている。それ以外の解明は、合併による、 解明、県名が証明や氏名へと重複するための解明、人物検証のための解明などが行われた。北京政府時代に県の東急区分は行われていたが、南京国民政府が成立すると確証で、町ちの東急区分を使用する状態が発生していた。1930年7月7日、南京国民政府は修正県組織法を制定。 厚生省が5等級を維持した以外は3等級に区分されることとなり、1等圏11、2等圏9、3等圏16、4等権35、5等権23に区分された。しかし、その後の政治状況の変化に従い等級区分も、変化、1949年の段階では6、等級による区分が行われた。 設置局制度は、新末高所末年に遡る制度であり、東山省などの辺境地区に県を新設する際に、まず設置委員会が派遣され植民開拓、治安維持を行い行政区画として成立するに、足りると判断された際に県に昇格される制度が採用された。北京政府時代に、 地方行政機構としての設置局の名称が使用され、その長官を設置委員、経費は県の半額と定められた。1931年6月2日、南京国民政府は、設置局組織条例を交付、県設置がなされていない地域に、暫定的な行政組織として、設置局を設置、一定期間経過の後に県に昇格するものとした。 設置は小政府より内務部に申請が提出され、行政員が認可するものとされ、設置局長官としては、局長が設置されている。設置地域は、開発が遅れていた東北三省を呼び、西北地区に多く設置され、1935年には29設置局が設置されていた。日中戦争期間中は、日本軍の侵攻を受けた、 国民政府が重慶に疎開するなど、政治が編成する傾向があったため、先生、官縮、姉化、大見、新疆、水園、四川、成功、雲南、奇襲の各省に多く設置される傾向があり、南京国民政府機に合計145設置局が設置されていた。管理局制度は南京国民政府により設置された特殊行政管理制度であり、 国民政府時代を通じて北廃管理局のみが設置されている。行政機構としては一等県に設置し、組織と権限は一般の県と同一であると規定されている実験的な県であったと言える。この他にも管理局の用事を採用した日山管理局や路山管理局も設置されたが、これらは旧来の研究行政区の管轄とされるものであった。 1927年5月7日、国民党中央委員会第89次会議で、上海特別資産工条例が交付され、上海市を特別市と規定し、南京国民政府に直属するものと規定、上海は、中華民国初めての特別直轄市と改変された。続いて、同年6月6日、南京特別資産工条例を、交付、すでに、 関東国民政府時代に成立していた公衆市などを含め市政整備が進められた。南京国民政府成立当初は、上記のように特別市条例を個別に交付することで市政整備が進められていたが、全国的に都市形成が進んでいた状況では個別対応には限界があるため、全国統一の市政府組織のための関連法案の 設置を求める声が高まり、1928年5月、国民党中央政治会議第139次会議で、国民政府法制局が起草した、市組織法の討議が始まり、同年6月20日の第145次会議により、特別市組織法及び、市組織法が通過、7月3日に交付された。特別市組織法は7章35条により、 構成され、中華民国首都、人口100万人以上の都市、その他特殊事情を有する都市を国民政府直轄の特別市と市相政府から分離させるものであった。法律の施行により前後して、南京、上海、北平、天津、神田を、観光、公衆の7特別市が設置されている。市組織法は7章42条により構成され、市政府は、 独立した研究行政区画都市小政府の管轄都市、設置要件は人口20万人以上都市、中央政府の許可により小政府が設置するものとされ、1928年から1930年までの間に、蘇州、広州、寧波、南省、安慶武将、開封、低州、災難、生徒、重慶、青霧州、 信用の各紙が設置されている。1928年に交付された特別市組織法及び市組織法は、地方自治を推進する論者より、地方自治の精神に欠如し、市参議員の権限が極めて小さいと、完成姿勢と批判されることとなった。このため、国民政府は1930年5月20日に、両方の廃止を決定。 代わりに15章145条からなる、新市組織法を交付した。これにより特別市と普通市の区分が撤廃され、行政院直轄の院葛市と小政府管轄の省、葛市に区分された。院葛市は中華民国市と人口100万人以上の都市、その他特殊事情を有する都市と規定され、紹介設置都市は小政府管轄として、除外規定が設けられている。 1930年5月28日、新市組織法に基づき南京、上海、天津、賃貸を観光の後特別市より特別の用事が廃止され、甲州を呼び、北平特別市はそれぞれ関東省と河北省の紹介設置都市であったため、各省に一貫され省格市とされ、後に観光市は河北省の紹介が設置されたために、省格市に改編されている。 日中戦争期間中、南京国民政府は、武漢、続いて、重慶に疎開。それまで、四川省省葛氏であった重慶氏が、臨時首都とされ、政治、軍事、経済の中心となったことより、1939年5月5日に、陰葛氏に改編され、1940年には、バイトと規定されている。省葛氏の設置条件は、従前の普通市より変更され、 人口30万人以上の都市、人口20万人以上で、営業税、土地税等の税収が、歳入の過半数を占める都市と定められ、1930年から1943年までの期間内に、北平、天津、福州、甘イ、諏訪等、調査、昆明、桂林、連も、企王、地密義、西安、神戸、仙、開封の15市が設置されている。 1943年5月、南京国民政府は新たに、市組織法を交付、それまで紹介を、陰括市から除外する規定を排除し、これにより、南京、上海、北平、青島の4市が、陰括市とされた以外に、新たに、天津、甲州、甲州市が新設された。しかし、重慶市以外の陰括市は、日本軍の占領下にあり、 南京国民政府の行政権は1945年の日本の敗戦まで喪失した状況であった。1945年8月、日本の敗戦に伴い、南京国民政府は日本軍により占領されていた各都市を接収しその行政権を回復させた。これとは別に、満州国の崩壊に伴う、同国行政管轄地域及び日本から返還される。 台湾地区の都市も接種したことより、戦中に比べ指数は飛躍的に増加している。1947年7月、市組織法に修正が加えられ、インカツ市の人口基準を緩和し全国に、南京、上海、北平、天津、神を観光、甲州、重慶、西安、大連、新洋、ハルビンの12市が設置された。台湾及び、 満州国では、日本統治時代に多くの市政府が設置され、それらのほとんどは、人口が20万人未満のものであったが、修正史組織法により小岡厚しとされ、1945年以降は、大元、東山、石門、伊海へ、不可思本敬、武順、女州、縁大、劉州、南寧、福州、防府、清寧、銀河、奇水、 パオ島、定期化、金州、栄光、安山、旅順、通化、安藤四平、長春、吉林、延吉、ボタン港、ガーキここ、最最高南寺海へしゃげ、南寺台北、キールン、新築、台中、昇華、台南、嘉義、高雄、平東の四十一市が設置された。南京国民政府の前身にあたる。 公衆国民政府が成立後、孫文が建国大綱で示した、証券二級制を実現すべく密制が廃止されたが、一章で数十から百を超える県を管轄する事態に、省政府が十分に研究行政区画を監督できない事態が発生した。これに対し公衆国民政府は省と県の間に、行政監督を主職務とする中間巡行政区の 設置が行われ、その後の武漢国民政府、南京国民政府でも、同様の機構が整備された。1932年6月26日に、内務部長であった、交渉の提案書によれば、各省の管轄範囲が広大であり政府指導が、十分に行えない現状を考慮し、建国大綱の基本原則のもと、研究行政区画への監督強化のために設置したと、 説明されている。この時期に設置された各省の中間巡行政機構は下記の通りである。これらの巡行政機関は公述する行政ただしさ区制度の施行とともに廃止されている。関東省関東省省,省政府は1925年11月、全省に、広州、上がりへ、西へ、南路 境の行行行政政区をを設置し行政院制度を施行各行政区には行政院公署が設置された。長官を行政委員と称し、公衆国民政府が任命した。行政委員の職務は、所属各県県庁を監督しての地方行政事務の処理、所属各県庁の任命、罷免を行うものと定められた。1926年11月10日。 公衆国民政府は各行政委員の停止を決定している。厚生省厚生省では、関東省の行政委員制度を参考に、行政正しさつ区制度が施行された。これは全省に区を設置、各区には行政正しし札所を設置し、長官を行政正しし札委員と称した。行政正しし札委員の職責は、地方行政機構の監督であったが、これは、 建国大綱の原則に違反し、また当時施行されていた、小政府組織法の規定に抵触するものであったため、国民政府の批准が得られなかった。厚生省政府は、再度国民政府に対し特に偏京に設置し、建政確立を目指す、暫定的な機構であると、説明、1927年12月に、南京国民政府の採下を経て経林、田南。 流行、陳南の4行政正し殺区が設置された。厚生省チャンス省1931年末、チャンス省政府は行政区監督所組織規定を制定、全省を15区に分割する行政区監督制度を施行した。各行政区は、管轄県の県庁が兼任する行政区監督1名が設置され、管轄県の首県と定められ、上海、 新港、松江、竹進呉県、家庭、南通、江戸、塩城、大県、ワイン、銅山、東海、宿船が、首県と定められた。行政監督の職務は、小政府主管官庁の命令による、管轄区内の各県への行政指導、管轄区の県庁の人事効果、軍警の指揮等であった。1932年4月、後田田信が、 暗記省主席に就任すると、主席県庁制度が実施された。これは全省を10区に区分し、各区に主席県庁を設置。主席県庁は、担当県の県庁と兼任するものとした。主席県庁の職責は、区内の行政及び、地方自治を推進するものと定められた。石膏省1932年5月31日に、 交付された、県政正し察し選員焦点により、県政正し察し選員が実施された。これは全省を12区に分割し、各区には、管轄区内の県庁より、県政正し察し選員が長官として就任した。その職責は3ヶ月に一度区内を巡察し把握した、状況の省政府に対する報告、各県への行政指導、区内の治安維持、 法省庁会対象者の省政府への報告等であった。雲南省雲南省は、フランス領インドシナ及び、イギリス領ビルマと国境を接しており、地方外交事務は重要な行政事務の一つであった。同性廃止以前、地方外交業務は、その重要性と事務量から、道委員とは別に、同院同弁が担当し、民政事務と分離されていた。 同性廃止後の1929年11月、雲南省政府は、食変弁公所を新設し、外交事務を担当させることとした。食変弁公所は省政府の指導の下国境地帯の各県の国境警備、食産開拓、国境地帯の交通、経済、教育、衛生管理等をその職責とし、各県の警察機構の指揮権を有し、 有事の際には、省政府への事後報告で事態に対処する権限を付与されていた。新京省1928年、同性廃止後の新京では、区行政調整度が実施された。新京省政府は、管轄区域が広大であり、省政府よりかなり距離のある地域に対しては、 中間行政機構が不可欠であること。新教省はソ連及びイギリス植民地に接している関係から各地に領事館が設置され、各区行政長官が外交特使の名目で各国と外交業務を実施していること。そして、司法機構が未整備のため暫定的に県政府に司法権が委ねられており、司法と独立した監督機構が必要であることから、 中間行政区の暫時存続を国民政府に求めた。国民政府は第181次会議により新京省の行政区長制度の保留を決定した。新京省の特殊性から他省で行政正しさつく制度が施行された後もこの行政機構は維持され、1943年には行政正しさ指線員が派遣され、行政区は 先区と解消されている。新京省に設置された行政区は、敵化、入り、登場、あやま、延期、カシュガル、赤津池る、はみ、サシャの十区である。超高下流域及び、辺境地区では、上記の順中間行政機構が整備された。立法院はこれら順中間行政機構の存在に、法的裏付けを与えなかったが、 行政事務上の必要から廃止されることなく各省で運営されたため南京国民政府も現状を承認せざるを得なくなり共産党との対立の中で反共政策の実効性のためにも県に対する監督強化が求められ南京国民政府も証券二級制度の下で新たな順中間行政機構の設置の必要性に迫られたこれを 行政正し冊子選員公署と称する。1932年8月6日、王朝名行政委員長及び、姫市内務部長の連名で、行政正し冊子選員残高条例が交付され、行政正し冊子選員制度が正式に発足した。その設置は省政府が紹介より、遠距離に位置する地方で、特殊事情を有する地区に臨時に、 行政正しい船員を設置することができるとし、その職責は法令に違反しない限りにおいて、小政府に対し区域内の地方行政事務を補助するものと規定された。専員は、管轄区域内の県庁より1名が選出され、随時管轄区域内の視察を行うと同時に、各県の地方行政の指導、管轄区域内の県庁を招集しての行政会議、官僚の報酬、 懲罰、小政府及び、関係官庁への状況報告と定められた。同年10月10日、国民政府は、総比区内各省行政、正し察しセニ公所組織条例を交付、省会席は、中華民国全土に、特殊事情がない地域にも等しく設置する方針を、表明。これにより、全国で、行政正し察区の設置が行われ、戦後に、 行政正しさつ区が初めて設置されたチャハル省を除き1938年までに各省に行政正しさつ区の設置が完了している。1936年3月25日、行政院は行政正しさし繊員高所組織残高条例を交付各省に行政正しさつ区を設置する法律根拠を明確にし、省政府補助機関または 出先機関として規定された。これにより、行政正しさつ区は、南京国民政府における、常設行政機関としての地位を確立することとなった。日中戦争が勃発すると、戦時体制に転換した、国民政府は1937年10月15日に、行政正しさつ区長が県庁を兼任することを、禁止。1941年10月には、 行政正しさつくは保安司令部と統合され、戦時行政の遂行のために地方政治の行政権限を集約するものとなり1949年の中華民国政府の対話2点まで継続された。ありがとうございます。